どうもみなさん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、私のところにもね、やっと届いたんですよね。こちら、えー、キャッシュカード。まあ、こちらね、キャッシュですね。こちら、キャッシュカードですね。まあ、こちらね、本日、こちらをね、解説やっていきたいと思います。まあ、こちらね、いろんなクレジットカードの え還元をプ、ね、プラス1%してくれる、ね、キャッシュプリペイドドカードなんですよねもうねこちらのカード自体は4月の、ね、中旬ぐらいにもう手元に届いてる人がいらっしゃってあのー、私今5月なんでなんでこんな遅くなったかっていうとこちらのキャッシュっていうのが新しくなったわけなんですよね。で あの今まであったこのキャッシュのライトカード、今、キャッシュライトカードっていう名前に変わったんですけど、以前のカードは、ポイントサイトにね、案件が出たんですよね、まあ、結構長期間出たんですよね。 ですんで、まあ、この新しいね、キャッシュが発行された時に、まあ、ポイントサイトの案件来るんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ、残念ながら来なかったわけなんですよね。<laughs> っていうことなんで、ちょっとね、遅くなってしまったんですけども、まあ、今回ね、こちら、紹介していきたいと思います。まあ、せっかくね、今日届いたということですんで、こちらね、開封もやっていきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっと個人情報をね、隠してしまってるんで、ちょっとね、あの残念な感じになってますけども、この封筒からしてね、かなり、 スタイリッシュな感じですよねこの下にね、ロゴが入ってたりしてまあ、ちょっとね、開けていきたいと思いますで、えー、個人情報だけね、外しちゃいますよねでこれで大丈夫かなでデータこんな感じですねキャッシュカードこんな感じで届きます、えー、どうやらですね、この、えー、とネイビーっていうカラーがすごい人気で えー、6月ぐらいになってしまうということでしたので、まあ、私はね、ちょっと無駄に今回はこのシルバーカード、まあこれもね、かっこいいですよね。こちらにさせていただきました。こちらちょっと外しちゃいますかね。で、カードの剣面は、えー、こんな感じとなっております。取れるかな無理かなこんな感じです。はい。いやー、すごいおしゃれですね、えー。こちらにね、ロゴが入って、まあ剣面はね、もう何にもない感じですね。で、裏側にね、あの、 個人情報名前とかね、カード番号とかセキュリティコードが書いてあって、本当にカードの件名は何にもなくて、この w i f i マーク、<laughs> w i f i マークって言っていいのか分かんないですけども、このタッチ決済もも、ね、対応しているっていうこのキャッシュカードですね。で、もしね、これ発行された方はですね、こちら、届いたらですね、この右側についていますね、こちら、QR コード。こちらを読み込んで あのなんですか有効化みたいなのしないとこのキャッシュカードね使えないのでもしねこれから発行される方はですねこちらキャッシュカード発行していただいた後にねえ有効化する必要がありますんでそれも覚えておいてくださいそんなね難しいことじゃないと思いますけどもまあとりあえずね有効化だけは必要だっていうことだけねえ覚えておいてくださいでまずねこのキャッシュの基本スペックなんですけども先日までねあったキャッシュのライトカードと この新しく出たキャッシュなんですけども今回この新しいキャッシュが出たことによって前のキャッシュライトっていうカードも以前はね 1%, 1の還元額を受けれるプリペイドカードだったんですけどもこの新しいキャッシュが出たことによって前のカードはね0.5%還元に落ちましたんで、まあ、その点は覚えておいてくださいでこちらのキャッシュは、えー、年会費無料その代わり発行手数料で900円がかかります5年後の更新時にまた900円かかるということですんで、うん、あのー なんですかね普通のクレジットカードってまあ入会とかね年会費とかかかんないクレジットカードが結構多いですけどもこのねキャッシュのプリペイドカードに関しては発行手数料が900円かかるまあさらにえ5年後の更新時にはね900円かかるっていうことをね覚えておいてくださいこちら計算上なんですけども5年間でまあ9万円ね利用すればまあ元が取れるっていうふうになっておりますんでまあ5年間でね9万円の利用すればね元が取れるということですのでまあこの このね還元まだ説明してないですけどもこれすごいね還元率のいい、えー、プリペイドカードってなりますので、まあ、私個人的にはね全然発行していただいていいんじゃないかなと思いますでこちらね IC チップ、えー、プラスサインレス決済に対応していてこちらね w i f i マーク先ほども言った通りですねこちら Visa の、えー、タッチ決済にも対応しておりまして最近ねクイックペイにも対応したんですよねですんでまあこのキャッシュっていうのはまあ発行していただくんですけど まあクイックペインも結構使えるところ増えてきましたんで、まあそこまでね、まあ持ち歩かなくてもいいんじゃないかなっていう感じです。で、えー、還元率なんですけども、こちら1%の還元率のあるプリペイドカードっていうふうになります。ですので、まあちょっと詳しい説明はちょっと後で説明させていただきたいなと思います。で、還元対象は月12万円までということなんで、まあ1%で1200ポイントっていうふうになりますんで、まあ、注意していただきたいのは、 この月12万円以上使った場合その後の還元はね受けられなくなりますので、まあ、その点はね注意してくださいで1回の支払い上限は30万円まで、えー、月の支払い上限は100万円までという風になっております。 で貯、えー、まるポイントはキャッシュポイントっていう、まあ、キャッシュのポイントが貯まりますでこのポイントは何に使えるかっていうと、まあ、次回以降のね利用に1ポイント1円で利用することができますのでこのキャッシュのプリペイドを使うと大体7日間ぐらいでねポイント付与されますんで、まあ、次回のねお買い物に利用することができますでこのキャッシュのプリペイドカードはですね このキャッシュのプリペイドにクレジットカードを紐付けて使う、えー、プリペイドカードなんですよねで登録できる、えー、クレジットカードの国際ブランドは VisaMaster っていうふうになっておりまして残念ながらこの2つしか、ね、今のところ対応しておりませんで、えー、登録できるカードの枚数は5枚っていうふうになりますんでまあ結構のね枚数が登録できますよね えー、海外、えー、決済にもね、最近対応したということで、あ、海外対応したんだと思ってね、いや、すごいいいじゃないかと思ってたんですけども、まあ、ここはね、注意点なんですね。うん、これ決済手数料ね、このキャッシュに関しては、3%っていう手数料なんですよね。うん、ですので、おすすめじゃありません。<laughs> ですので、まあ、海外決済はね、対応したんですけども、まあ、利用しない方がいいかなっていう感じですね。普通に、えー、クレジットカードで切った方がね、あの手数料で、えー、負けてしまうっていう感じですね。 で、還元率についてなんですけれども今ね行われているキャッシュレス消費者還元の還元ももちろん 2%5%、まあ、お店によって違いますけれどもさらに上乗せでね、もらうことができますで先ほども言った通りねこのキャッシュはクレジットカードにチャージして利用するプリペイドカードなんですよねですんでクレジットカードからチャージしてポイントがつく えー、キャッシュを利用しててポイントがもらえるっていう感じで、まあ、クレジットカードの還元とこのキャッシュの還元をね二重、まあ、取りできるっていうのがこのキャッシュのね最大のまあメリットなんですよね、まあ、要するにクレジットカード払いをするんだけど、まあ、その間にねこのキャッシュを挟むみたいなね、まあ、感じになるわけなんですよねこのチャージっていうのはね あのめんどくさいですよねまあ、だからチャージしとかないとこのキャッシュは利用できないっていうふうにね思われる方多いと思うんですけどもこのキャッシュのいいところはですね自動チャージ機能がちゃんとついてるんですよねですんでキットカード紐付いておけばですねこのキャッシュで、まあ、利用して残高がなかったとしても、まあ、そのままその場でね自動チャージしてくれますんで、まあ、事前にねチャージする必要もないんですよね非常にね楽にまあ利用できるわけなんですよね で、えー、こちらの、えー、キャッシュの還元対象外っていう店舗が、まあ、いくつかありまして、まあ、公式サイトにね、こういうふうに、えー、記載がありますんで、まあ、こちらはね、あの、ポイント対象外っていうふうになります。まあ、これ以外にもね、えー、書いてないようなね、ホテルとか、まあ、セルフのガソリンスタンド、レンタカーとかもね、まあ、結構使えないっていうところもありますんで、ま、すべてがね、あの、使えるっていうわけではございませんので、まあ、その点はね、まあ、注意していただけたらなと思います。まあ、一回利用してみてね、 ダメそううだっったらまあ他のクレジットカードを利用するっていう感じになるかと思います。で次にね、えー、QR コード決済などのペイサービスとの併用の話をさせていただきたいなと思うんですけどもやはりねこのキャッシュ、まあ、クレジットカードを、ね、紐付けて利用できるこのキャッシュのプリペイドカードなんですけども、まあ、これがね、えー、QR コード決済の、ね、ものに紐付けることができれば、まあ、さらにね上乗せして、えー、還元を受けることが、ね、できそうだなっていう話 気がするんですけども、残念ながらですね、あの、できないですね。うん。っいうことになりますんで、まず PayPay ペイペイの場合は、 ペペイペイ側の還元は受けられませんですけども、まあ、クレジットカードは利用できないところで、ペイペイ経由、キャッシュ経由、えクレジットカード払いっていうのはね、まあ、利用できるわけなんですよね。ですので、まあ、紐付けることはできるんですけども、えペイペイからの還元は受けられない。ですけどもえ、クレジットカードが、ね、利用できないようなところで、ペイペイだけ対応しているみたいなところではねあの、利用することができます。ですけども、このキャッシュっていうのは、 3D セキュアっていうねものに対応しておりませんのでこちらの PayPay で利用する分にしてもえ月にして5000円までしか利用することができません、えー、次に楽天ペイですねもう楽天ペイは2019年の、えー、何月だったかな10月か9月ぐらいに、えー、アップデートで利用できなくなってしまったんですよねこのキャッシュっていうのはですので利用できません、えー、D 払いは残念ながらこのキャッシュは 3D セキュア対応しておりませんので利用できません ですけどもネットショッピングだと、えー、スマートフォンアプリを、ね、経由しないのでこの d 払いとの、ね、キャッシュの二重取りが可能です、まあ、ですけども、まあ、対象外も、ね、あると思いますので、まあ、挑戦してダメそうだったら、まあ、利用できないっていう感じになりますねで私がねこのキャッシュ、まあ、今 新しいキャッシュがね、やっと届きましたけども、まあ私、今までこのキャッシュのライトをね、使わせていただいてたんですけども、この使ってるね、感想としましては、利用可能金額とかね、オンライン決済の利用制限とか、カードロックとかね、そういうものがまあ全部ね、スマートフォンアプリで完結するんですよね。ですんで、まあ、いくらまでしか使わないっていうのも、 決められますし、まあ、オンンラインだからネットショッピング等々で利用するかしないかっていうのもアプリ内で設定できるわけなんですよねでもしカードを落として、えー、カード会社に連絡しなきゃいけないみたいな時もスマートフォンアプリ内でねカードロックっていうのをしとけばもうそれ以降クレあこのキャッシュカードを利用することができなくなるわけなんですよねですので、まあ、そういう意味ではですねクレジットカードの不正利用っててあるじゃないですかそれに対して こののキャッシュっていいうはは対象はないんですよねですけども、まあ、基本的に不正利用ってまあオンライン決済でまあ不正利用を発生する場合がほとんどだと思いますんでこのオンライン決済のまあ利用制限、まあ、これをオフにしとけばですね 保証はないんですけども、まあ、利用される可能性というか利用できませんので、まあ、そういう意味では保証がない分ね、あのオンライン決済の利用制限を、えー、しとけばですね、あの不正利用に合うこともね、まあ、基本的に落とさなければね、ないと思いますんで、まあ、そういう感じでね、利用するのがまあいいかなっていう感じですね。まあ、プラスしてね、これ、キャッシュをまあお店で利用するとですね、その場でスマートフォンアプリで通知が来るんですよね。これね、すごいいい機能なんですよね。 あのエポスカードとかもあの利用すると、利用したらすぐね、あの E メールの方に、いくら利用しましたみたいなのが通知が来るんですけども、このキャッシュもですねスマートフォンの通知で、あのいくらでどこどこで使いましたみたいな通知がねすぐ来ますので、そういう意味でね、すごい安心してまあ利用しやすいんじゃないかなと思います。 え次にですね、えー、紐付ける、えー、クレジットカードなんですけども、まあ個人的なおすすめとしては、やはりね、えー、三井住友クレジットカード、えー、三井市 UFJ ビアソカードなど、えー、今ね、20%キャッシュバックキャンペーンやってるクレジットカードありますよね。まあああいうクレジットカードを紐付けることによって、まあさらにね、還元率、まあ上げることができますんで、まあそういう利用の仕方はね、まあ個人的にはおすすめですし、あのー、保有されているね、クレジットカード、 のメインカードありますよね。まあそちらが、まあビザかマスターだったらね、まあこちらのカードね、紐付けていただいて、まあ利用していただければ、まあ元々のクレジットカードはね、1%であれば2%になりますし、まあ私みたいにね、エポスゴールドカードで最大ね、今3%で、ね、あの、取れるようなね、状況を持っている方は、まあさらにこちら通していただければ、まあ、キャッシュ組み合わせてね、4%もね、夢じゃないかななんて思ったりもしますんで、まあ、 ご自身の、ね、メインカードに、ねまあ、紐付ける、まあ、キャンペーンで利用しているクレジットカードに紐付けるなんていうね利用の仕方もおすすめというふうになっております。で、あのこちらあの残念ながらね、えー、最初の方に言いましたけれども、ポイントサイドに案件はございませんので、えー、リンク、えー、概要欄に貼っておきますので、もし、ね、発行されたいという方はですねそちら、ね、見ていただけたらなと思います。えー、いかがだったでしょうか。えー、今回はキャッシュの、えー プリペイドカードですね。新しくなったキャッシュ、えー、紹介させていただきましたけども、クレジットカードね、還元率をプラス1%上げてくれるレ、えー、プリペイドカードですんで、えー、ぜひね、あの、持たれてない方はね、まあ、発行手数料900円かかってしまうんですけども、まあ、非常に元はね、取りやすいプリペイドカードとなっておりますんで、えー、ぜひね、発行してみてはいかがでしょうか。 でちなみになんですけども先日紹介させていただいた VisaLINEPay クレジットカードなんですけどもあちら、えー、初年度、ね、年会費無料で、えー、還元率がね3%の、えー、クレジットカードという風になっているんですけども、まあちらで組み合わせて使えればね本当に最強の組み合わせだったんですけども、えー、残念ながら VisaLINEPay、ねえー、クレジットカードとの紐付けはできないっていう風になっておりますので、まあ、これも、ね、覚えておいていただけたらなと思います。 えー、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。